今回は、たくさんの時間を Q&A の時間で、準備させていただきました。まあ、皆さんも聞こうと思われているかもしれませんけれども、この間テレビや新聞でもタイムマシンができるようになったんではないかという記事が出たような、ああいう実験のこともあります。まあ、あれはちょっとあれだけでパッと見るとややミスリーディングなところもあると思ってますけども、まあ、そうしたことについてもぜひ皆さん質問の時間にでも聞いていただければ何でも答えていただけると思います。それでは皆さんと一緒に実りのある時間を過ごしていきたいと思います。3連休の初日、いい天気の中でこうしてたくさんの方にお集まりいただいたことに改めて心から感謝申し上げて、私のご挨拶にさせていただきます。本当にありがとうございます。